こんにちは、サルウィンです。いきましょい。サルウィンです。福江の道というわけで、ですね、ちょっとなんていうかな、今話がちょっとだけ進んだというか、なのでちょっとお知らせ的なお話と、あとは、私のね作ったこのチームですね、私がずっと不在の状態なんですけど、まあ、警告マイスターというチームを作らせていただいてやってるんですけれども、まあ、正直ねこの名前で本当に合ってるのかっていうか、いいのかっていうのはずっと思ってはいるんですけど、チーム名ってまた変えられるのかな。ぶっちゃけね、警告使いじゃない方にもね、別に入っていただけたらなと思ってて、まあ実際結構メンバーは警告メンバーばっかじゃないんですよね。今4人なんですけど、まあ良ければね、私が復活するに際して、まあね、同じチーム、私のチームで頑張ってくださる方がいらっしゃいましたらね、募集したい、行きたいと思っております。確か ID っていうかなんかパスワードとかあるんでしたっけ？パスワードが確か挑戦のスペックだったと思うんでね。2537かな？多分2537がパスワードだと思います。確か。違ったらごめんなさい。やったらご一報ください。すいません。ちょっとね、久しぶりすぎて忘れちゃってるんだけど。はい。でですね、今回、何をするかというと、まぁ、ちょっと専用対戦企画に関するお話ですね。で、まぁ、大体、まぁ、いろいろコメントいただいたりとかして、まぁ、おおむね、決めたんですけど、ちょっとですね、こちらがですね、これ別のやつにすればよかったかな。まあいいでしょうか。またですね、まあ、ドワーッと一回流しますが。で、こちらですね、ちょっと5月中はどうやらね、というか5月本当にいろいろやらなきゃいけないことが増えてきて、もう残りわずかなんですけど、ちょっとやらなきゃいけないことがあまりにもあるんで、6月中ですね、6月中に開催ということになります。ちょっと開催中じゃない。開催します。はい。で、ちょっといつかっていうのもちょっとまだ言えなくて、あとは梅雨時になるので、なるべくならね、天気のいい日でね、やっぱね、参加しやすい、みんなが参加しやすくて、あと私が、ゲーセンに行きやすい状態で行きたいので、晴天日。6月中の晴天日って言い方あるのかな？に開催します。なので、この辺はね、週間天気とかを見ながら、決めていきたいと思います。あと、まあ、あれですね。まあ、そうですね。あとはちょっと5月中にやらなきゃいけないこととかの処理が終わって、6月中がどんだけ忙しくなるか、まあ仕事とかにもよるんですけど、ね、ちょっとだから、まあ復活が遅れてしまうのがあって、ちょっと申し訳ないんですけれども、一応ね、楽しみにしてくださってるという方がいらっしゃいましたらね、本当に申し訳ないんですけれども、一応こういう形で、6月中には必ずね、専用対戦。まあ、とりあえずまずはリハビリなんで、1回かな。また月に2回とかね、専用対戦企画やっていきたいんですけど、まあ、さすがにちょっと慌てるなというか、私がまだ無理なんですよね。慌ててもしょうがないので。ということで。で、内容なんですけど、いろいろまあ、アドバイスもいただいて考えたんですけど、一応まあ、私の中のリハビリ対戦ということで、うわリハバリになっちゃったね。こういう感じにしたいと思って、まあ、あくまでリハビリになるのは私だけなんですけど、はい。なんかバグった？バグったね。なんだろう。バグりましたね。はい。というような企画になりまして、なので、まあ、強いて言うなら、まあ、なんでも自由型ですね。うん、なんでもいいです。縛りなし。はい。縛りはなし。どっちかというと、私、ですね、このサルーインという、このね、放置というか、隠居してた、人間に対して、まあ、なんていうのかな。まあ、なんか、副題、サルーインの勉強会というような感じですね。もうなんかすごい、タイプが全然できないですね。ひどいね。というような副題ですね。大儲けましたので、私に対して、まあ、いろいろと稽古をつけてくださる方がいらっしゃればいいかなという形ですね。あとは、まあ、単純に、なんかみんなが、なんか普段、使えない。使いたいけど、使えない、デッキとか、デッキとかね、コンボとかを、まあ、試していただければとして、利用していただければなという感じですかね。
そしたらね、全国大戦とかだね、ちょっとね、尻込みしちゃうけど、このデッキちょっとこのカード使ってみたい、このデッキ使ってみたいなっていうようなものを試していただける場として提供したいと思っております。なんで、なんだろうな、なんかまるで、実験場のような、ような、そんな感じのテイストで、遊びに来てもらえたら嬉しいかなという感じですね。うん。一応時間帯なんですけど、まあ、いただいた希望としてはね、夜8時以降というのが結構、まあ、いただいてるので、まあ、この辺にしたいかなという感じですかね。一応平日ならば、っていう感じですかね。うん。で、土日であれば、まあ、っていう話はあるんですけど、なるべく、だから今のゲーセン事情、もうずっとゲーセン行ってないんで、もう半年以上、もっとか。まあ、1年は経ってないんですけど、半年以上ゲーセン行ってないんで、ゲーセンの事情が正直わからないんで、なるべくあんまり私としてはずっと私が常駐したいんですよね。例えば人がいっぱい混んでて、予約が入ったりとかして、私がどかないといけないっていう時間帯、なるべく作りたくないんで、ただまあ言うてなんですよね。それも言うてか、私の資金的な話があるんでね。まあ、財政というか経済ですね。サルウィンの経済状況によるんで、まあ、ただ言うて、1時間、2時間、多分2時間かな。うん。予定は2時間、開催の予定ですね。ですね。の予定なんですけど、まあ、多分2時間だったら、まあ、全円で済むと思うんですよね。うん。なので、まあまあ、といったところですかね。どうなんですかね、今だったらあれなのかな、ゲーセンによっては、お店によっては、排出なしとかのやつがあるのかな、安く遊べるやつ。あるのかな、わかんないですね。ただ私カード持ってないからカード欲しいんですよね。うん。ぶっちゃけカード欲しい。うん。欲しいので、どうなんだろうな。排出なし。難しいよね。どうするんですかね。排出なしって、それはよくわかんないな。例えばあれ、ほら、武将するじゃないですか。予約して。でもあれも結局あれか。印刷予約をするけど、排出なしだったら出てこないですよね。うん。そういうことだよね。あくまでも排出されるカードのが、印刷予約の武将に切り替わるっていうだけの話だから、ですよね。まあ、その辺の話はいいか。まあ、なるべく、だから私の経済力とまあ相談して、多分一応まあ6月だったらそこそこね、なんか、まあただ、給料が安定してないんで、で、とある企画で、まあ収入、副業のあれもあるんですけど、ちょっとその辺もあって、ただあと支払いがあったりとかするんで、まあちょっと本当、まだね、一気にガッツリプレイできないんですけど、うん。っていう形ですかね。で、5月中にあと動画上げようと思ったんですけど、5月中にプレイしに行って動画あげようと思ったんですけど、5月がね、ちょっと忙しくて、ゲーセンに行けるかちょっとわからないんですよね。あとちょっと、そうなんですよ。むしろ、あとどっちかっていうと、もうなんかこの、一発目から初プレイをこれにしたいなっていう、戦隊戦企画にしたいなって気持ちもあるんで、ね、ちょっと全国大戦ちょろっとやって、まあその模様の動画を今月中に上げたいと思ってたんですけど、ちょっとそれも怪しくなってきたというか、なんか中途半端だなと思って。うん、なんか復活一発目からこういうことで復活したいかなってちょっと思ったので、はい。ですかね。で、一応ちょっと土日はね、だからちょっと混む可能性、ゲーセンが混んでる可能性があるんで、一応ね、避けて平日の8時、まあ、20時以降ですかね、の晴天日ですね。はい。どこかで、予約というか、まあ、あれなんで、まあ、登園で、告知します。あ、そう、もう先に、ただ、登園でやる場合でも確か日程確定しないとダメですよね。だから日程確定してから多分登園で告知かな。っていう形になると思います。まあ、そういう形ですね。はい。という形で、一応ね、まあ、今回の戦隊戦企画というか私の復帰記念と言っていいのかどうかわからないんですけど、していきたいかなと思っております。うん。まあ、ほんと自由型なんで。まあ、ただあれですよね。これ、どうなんだろうな。でも、なんていうかね、あんまり別にいいんですよね。だから例えば、これね、ちょっと今一瞬思っちゃったんだけど、
まあ、例えば今流行ってる、なんだろう、今なんだろう、あの孫作かな、快進撃かな、多分流行ってるの、うん、とかを、まあ別にね、それは自由かな。だから今流行ってて、で流行ってるガチガチなデッキとかでも、まあ、うん、だから別にネタデッキ推奨というわけではないじゃないですね。なんで、まあむしろ私の勉強会なんで、こういう名目もあるんで、まあ、流行ってるデッキとかを使ってもらっても全然構わないっていう形ですね。だから逆に言うと、そういう状態だと、私とマッチングする分にはいいんだけど、こうやってね、普段使えないような実験場的に使ったんだけど、なんか全国で当たるようなガチデッキ当たっちゃったよ、慣れたぜとかっていう話も出てきちゃうから、もしないから、ちょっとな、難しいかもしれないですけど、まあ、自由型の、どうしても、これは定めなのかな、という感じですよね。別に、まあでも、ある程度空気読んで弱めのデッキっていうか、ガチじゃないデッキ使ってくださいっていうのもなんかちょっと違うかなと思うんで、まあその辺は、やっぱ、おのおの、参加するおのおのの方の、もう裁量にお任せするというか、はい。ですかね。ちょっと他力になっちゃいますけど。ただ、まあせっかく参加してくださるんで、まあ全員がね、楽しめれば一番いいなとは思うんですけど、まあ楽しみ方やっぱ人それぞれのゲームなんでね、その辺はしょうがないかなと。いう感じです。まあこれはあくまで実この企画自体も実験的なものなので、まあね、おのおのがなんかそれなりの楽しみを見出してくださればという感じですね。はい。でちなみに私リハビリの予定なんですけど、これだけ書いておこうか。私の手持ちが少ないんですけど、私はいろんなデッキ使います。まあ基本的に警告は全国で、まあ、全国は警告しか縛れないんで、逆だ、警告で縛っちゃってるんで、他のデッキはあんまり使えないんで、どちらかというと専用対戦の時にいろんなデッキ使いたいなと思ってるんで、使いますと。あ、っていう形ですね。まあちょっとね、まあこれやっていうデッキね、まあちょっと本当に久しぶりなんで、どっちかというとなんかまあリハビリ的な感じですよね。あとはなんか情報修正とかで、まああと変わったデッキ、変わったというか変わったカード、武将カード、スペックが変わったカードとかはちょっと使うかもしれないです。まあその辺は結構気分ですね。まあ多分警告も絶対1回は使うと思います。はい、という感じでございますので、よろしくお願いいたします。一応6月中ということで、じゃあ5月中はちょっとね、こうやって多分、企画を進める動画とかしか多分出せないと思うんですけど、一応そういう形でやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。というわけでね、6月ね、よかったらぜひ、多分平日の8時以降に多分なると思うんですけど、ね、なのでその辺で合わせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ぶっちゃけお一人でも参加いただければその方と対マンはできるんで、まあまあ、いいかなと思ってますけど。まあ本当はね、多くの方に参加していただきたいんですけど、まあ、結構事情が事情なんでね、ちょっとこのさっき言ったみたいに、まあ、全員が楽しい思いをできてお帰りいただければちょっとわからないっていうところがあるので、はい。まあ、まずはね、本当鳴らすという感じなんですけど、ですです。ではでは、よろしくお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。